松岡大学工学部機械工学科の三浦健二郎と申します。私の専門は形状処理工学あるいは形状モデリングということで、特に機械の、形を中心にして、形を扱うモデリングをしています。ただそれだけでなくて、画像処理あるいは信号処理、そういった、ちょっと広い分野の研究を進めています。大健産業株式会社で代表取締役をやってます武田と申します。事業内容は鉄の溶接と機械加工からレーザーヘッドの製作と塗装ですかね、そういったものを業務内容としております。部品によって様々違うんですが、だいたい6ミリ、9ミリ、9ミリから30ミリぐらいまでの厚みの鉄の板ですね、平行四辺形三角形に切られてたりっていうのを直角につけていく作業が多いですね。こういうのでそれが直角に突きさえすれば製品としては完成していくので、鉄の、プラモデルみたいな感じだと思ってもらえればいいと思います、はい。私が光産業創成大学の学生の時に ASAP っていうのはかなり先生たちが推奨してくれてまして、そこから ASAP というのは存じてましたけども、今現状はロボットで自動で組み立てて溶接をするというのに取り組んでますけども、現時点では結構優秀なセンサーを使ってるんですけども、ちょっと機能的に難しいなと、現場側がハンドリングするのにもう少し簡単な、やり方で取り組めた方が、多分スピードも上がるし、種類も豊富にできるだろうということで、画像を使ったやり方に変えたらどうかなと思って取り組んでいました。僕らは多品種少量生産をやる会社ですので、品物を変えるときに現場で簡単に切り替えができていくようなものを作りたいなということで、画像処理でやってみようということでトライしました。木原坊の社長はたまたまあるところで知り合って、で彼がソフトの会社を立ち上げてソフトのプロフェッショナルだということを聞いたので、でちょっとこんなのできるかねっていうか、こういうふうにできたらいいんだけどなというのを相談したら、井浦先生とか、彼の会社の先輩とかっていう人たちにプロフェッショナルがいますよということだったので、スタートを切ったという感じです。株式会社キカラボ様は、ベンチャーということなんですけれども、社長が、北沢君といいまして、三浦県の OB になります。機械工学科の中でトップだった学生万田地君が今入社していて、今もいろいろ交流してるんですが、研究開発をですね一緒にやっていきたいと思っています。ロボットは人を省くという概念ではないです。それから人の、代わりになってほしいという概念でもちょっと違う。働いている人たちの生産性が 1.5 倍になっていくためにやるっていう感じ。ロボットを自由に使うことができる能力を身につけながら、現状の仕事をロボットで行ってもらってるうちに自分も違う仕事をするっていう、そんな感じですか。社員も自分の能力を上げなきゃいけない。よく能力を上げるために覚えなきゃいけないことが出てきて、でそれを覚えることで今までの仕事プラスロボットがやる仕事で生産効率が上がっていく、これを実現していくための、手助けになるのがロボットシステムかなとは思います。人間の目は能力が高いので、ちょっとこうずれてても、物が歪んでても取り付けるときに、スッとこうちゃんとした状態に戻す。ただロボットっていうのは与えた状態をそのままやりますので、そのほんのちょっとしたズレを、センサーで補正してあげるっていうのがメインですね。人間の目ですとこれをこう持っていくって言って、これがこう置いてあっても持っていくときには人間はこうちゃんと整列させること、でもロボットってこう置いてあるとこう持っていくんですよ。でそれをロボットが持った時にこうしてあげるっていうのを簡単にやれたらいいなと思って、私がその、技術的な課題を聞きして、安価なカメラでその、画像処理をしていきたいということでしたので、気になるのは歪みをいかに取るか、そういうことだと思いました。
まあ、我々のところでやったのはですね、基本的にその画像処理ということになります。でシステム全体としてはロボットの軌道がずれに合わせてですね、軌道を変えるということをしなければいけないんですが、そこはあのキカラボ様にやっていただいたということで、我々はカメラの歪みを補正する、そういう技術になります。あと要求精度1ミリということなので、その精度を満たすような歪み補正、そういう技術について考えたということなんですが、でそこは私自身がその形状処理を専門としてますので、形状処理の中の、まあ、伝統的なフリーフォームデフォメーション、言い方としては FFD と言ってますけども、それを使って補正したらどうかっていう、そういう提案をしました。で FFD の特徴としてはですね、基本的には、まあ、曲面を表すベジエ曲面とか、あるいはそれを三次元化したベジエボリュームで、そういったものの制御点をいかに、カメラの歪みを直すために補正していくか、そういう技術になります。基本的には何かグリッドあるいはパターンを見てですね、そのパターンと現実の値、そういったデータがあれば最小次情報を使ってその制御点位置を決めるということです。大研産業様から、まあ、溶接に必要な精度というのが1ミリ、まあ、1ミリ以内でパーツが置けてあればですね、溶接がうまくできる、そういうふうにお聞きして、それがその絶対的な精度としてそれが必要というふうに理解しました。その補正をするソフトウェア、それは渡辺君に、作ってもらったソフトウェア、それがアウトプットになります。私の研究室 の、 あの渡辺、龍之介君に、はい、お願いしていろいろやってもらったということになります。処理としてはそれほど時間かかる処理になりませんので、要求としてはタクトタイム10分の1ということで、1分をですね、まあ5秒6秒程度、それぐらいにするということでしたので、それでいけるだろう、そういうふうに考えました。静岡大学、工学部機械工学科の、修士2年渡辺龍之介と申します。僕が実際に携わった分野は、カメラの歪み補正に関わる、プログラム作成を行いました。歪み補正専用の、グリッド画像を、ウェブカメラで撮影して、歪んだ座標と、実際の歪んでない元の座標と、1対1で対応させて FFD という技術を用いて、そのエラーの関係式のようなものを作ったという形になります。実際に、やったのはもうウェブカメラですので、画質も工業用カメラと違って、比較的すると少し悪いので、正確に、認識、座標値を、認識することが難しかったので、それの前処理として、ガウシアンフィルターなど、いろいろラプラシアンフィルターなどを使って、なるべく現実の、座標値に近いような形で入力することを、意識してプログラムを作りました。と処理としましては、実際に、製品の、マスター配置画像などを撮影して、それを、FFD で歪み処理して、でまたそれの、あとはもうロボットにつなげる形までのプログラムを作りました。はじめの頃は、週に1回、キカラボさんの方にお邪魔させていただいて、集中的に、プログラムを作成するということを行いました。今まで企業の方と、協力してやることがなかったので、初めてだったので、楽しかったです。非常に貴重な経験だったと思います。私自身がロボットを扱うのは本当に初めてなので、でそういう意味では座標系の取り扱いが非常に大事だと思っていたんですが、ロボットの座標系、あとはワールドコーディネートって言ってますけど、その世界座標系みたいなもの、それとの関係、あともう一つがカメラ座標系ということなので、それらの関係をいかにこううまくつなげるか、いろんなことを勉強しながら、最終的にはいいシステムができたというふうに思っています。私の専門分野ではやはり企業のニーズを捉えるっていうことが非常に大事になりますので、社会の中で何が問題になっているのかということを、まあ、知ることができるのが一つです。でもう一つは、学生にとってもですね、実際の問題を扱えるというのは非常に意味のあることですので、でそういう機会が得られるっていうのは非常に
いいと思っています。で、6ヶ月ということに関してはですね、アイデアからスタートするのは少し時間的には難しいかなというふうに思っています。ですから企業のニーズに対してアイデアを持っている先生をうまく見つけて、そこでマッチングできればですね、6ヶ月であってもいろいろ成果出せるのかなというふうには思っています。そうですね、非常に助かりましたね。基本的な動きができるっていうのが確認できたので、あ、これちょっとやってみようかなというきっかけになりましたね。言いたいことは言わせてもらって、それが具現化を手伝ってくれるので、非常にありがたいシステムだとは思ってますが、もう少し欲しいかな、金額を。それから、2年継続の仕組みを作ってくれるとか、そういったものを手助けもしていいよっていうような仕組みを考えてもらえると、素晴らしいかな。はい。感じてます。時間内では基本的なところをつかむことはできたんですが、これから多分工業製品にしていくときに、かなり自分たちの開発投資をしながら完成させていかなきゃいけない。この6ヶ月間でそう工業的に使える仕組みができたらすごいですけど、これはやっぱさすがに難しい。ここからどのくらい自分たちの本格的なシステムにしていくっていうのは今からですね。これからちょっと投資してもう少しグレード上げていこうっていうふうに今木原さんと話は進めてますので、そんなにすごい細かい金額はないんですけど、年内には小さな製品を作っちゃうとは思ってます。年内にはその仕組みがこう実際の製造工程の中として活躍できるようなシステムとして動かしたいなとは思ってます。